崎の未来へキックオフ、キックオフ長崎。長崎をホームに活動するプロサッカーチーム、ビファーレン長崎。この番組ではそんなビファーレン長崎や地元のサッカーチームを通して長崎のサッカーをさらに盛り上げていきます。1月17日、ビファーレン長崎は9人の新加入選手を発表。 J1 昇格を目指し、新たなシーズンが始まります。今年の補強について、竹村テクニカルダイレクターは、去年からの課題っていうところで、やはり得点はある程度 J2 の中でも上位の得点数は取れてたんですけど、やっぱり失点っていうところが僕らも課題だと思ってたので、そこの改善できる、中盤とディフェンスっていうところを補強したつもりです。はい、オフシーズンに話題となった監督の去就問題については、もうこういうことを言っていいのか分からないかもしれないですけど、まあ、実際今の新しい選手を獲得したときにそういう問題が勃発している最中だったので、僕もやっぱ嘘はつけないっていうところで、やっぱりチームの現状を素直に話して、それに賛同してくれた選手が今いると思っているので、まあ、既存の選手もそういう中で残ってくれて、すごい僕にはほっとしている部分もあるんですけど、本当にこう長崎のために頑張れる選手が集まってきたんじゃないかなと思っているので、いい意味でチームが一つになっていくんじゃないかなって感じています。はい、補強ポイントだったディフェンダーには、 J2 ブラウブリッツ秋田から飯尾龍太郎選手が完全移籍。2017年の J1 昇格に大きく貢献した主力が帰ってきました。まあ、サッカー選手として本当に一人前というか、成長させてくれたのは本当に長崎のクラブだとずっと思ってたので、まあ、長崎からお話をいただいて、まあ、すぐ行きますというふうにお返事しましたし、まあ、今年は下平さんのサッカーをして、チーム全体で本当にクラブの目標を達成できるように、また新しい気持ちで全力を注ぎたいなと思います。京都サンガから来ました若原智也です。 J1 昇格できるように精一杯頑張ります。よろしくお願いします。レイラック滋賀 FC からのレンタル移籍から戻ってきました辰木田誠也です。今シーズンはとにかく J2 優勝を目指して、その先に J1 昇格があると思うので、そういった心意気でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。続いて報道陣の前に現れたのはこちらの3人。なんだか和やかな雰囲気です。ジェフユナイテッド市原千葉から、加入しました新井一輝です。J1 昇格するために、自分の力を 100% 発揮できるように、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。名古屋グラッパスから来た、山田陸です。J1 に導けるような選手になりたいです。柏レイソルから加入しました田中隼人です。覚悟を持って、来ました。J1 昇格をできるように全力で頑張ります。ん？田中選手、家具を持ってきたんですか？家具じゃない。いや、みんな家具。家具の家具。家具の家具。家具のね。続いては、高卒、大卒ルーキーのこの3人。こんにちは。法政大学から、加入の萌丸小松剛です。新体制の下で、J1 昇格、そして J2 優勝というところを必ず成していきたいと思うので、応援よろしくお願いします。ビアレ長崎アンダー18から加入しました西村蓮です。今シーズンは J1 昇格と J2 優勝を目標とし、個人としては、大きく成長し試合に絡めるように頑張っていきたいと思っています。応援よろしくお願いします。ビアレ長崎アンダー18から加入しました長村青手です。今シーズンの目標は2桁ゴールを目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。新スタジアムも完成する2024年シーズン、新加入選手の活躍も期待しています。
この後はいよいよキングカズが登場。明治安田キックオフ記者会見の模様をお伝えします。日本のサッカー界を牽引してきたパイオニア、三浦知良選手。彼の言葉は、日本で一番最初に生まれた生命保険会社、明治安田の思いとシンクロする。Jリーグのタイトルパートナーを務めて10年、明治安田生命は1月からブランドの通称を明治安田とすることを発表しました。さらに新企業タレントに J リーグの初代 MVP 三浦知良さんを起用。三浦選手とともに全国の子どもたちにボールを届ける企画、明治安田の未来世代応援アクションウィズカズを行うことを発表しました。この取り組みは今回タッグを組んだ三浦知良選手協力のもと、全国の子どもたちにサッカーボールを背番号11にちなみ 1.1 万個お届けしてまいります。未来に向けて挑戦することの大切さを三浦知良選手のメッセージと合わせて子どもたちに伝え、子どもたちの未来に向けた一歩を全力で応援してまいります。このボールでサッカーをする子どもたちが将来プロサッカー選手に、ますます夢が広がります。この後は地域で頑張るサッカーチームを紹介します。気付けれ、お願いします。この番組ではプロチームだけではなく、子供から大人まで地域のサッカーチームを一緒に盛り上げていきます。今回紹介するのは平戸市立南部中学校サッカー部です。2023年地区大会を勝ち進み、中層体の県大会に出場。3年生が引退した現在は1年生5人、2年生7人の合わせて12人が所属しています。監督を務めるのは谷口先生。私から見て、この子たちは、すごく明るくて雰囲気がすごく良くて、一生懸命な頑張り屋が多いっていうところがすごく印象です。はい、平戸の中でもこう私たちの学校は一番南側にあって端っこのところで、やっぱ試合とか行く時にも、保護者の送迎だったりっていうのがすごく大変で、まあ、いつもこういろいろこうしてくださってる保護者への感謝だったり、まあ、会場をこう準備してくださる、まあ、チームへの感謝だったり、試合をしてくれた相手、まあ、指導者の方への感謝の気持ちっていうのをきちんと持つようにっていうことで、子どもたちにはいつもこう指導してます。キャプテンの崎村選手、これからどんなチームにしていきたいですか？県大会で一勝でも多く勝てるようなチームにしていきたいです。チームのムードメーカー西宮選手、キャプテンと一緒にチームを盛り上げる掛け声を見せてくれました。大根先生、レッグゴー、レッグゴー。僕たちの大好きな YouTube のようです。ここでリファーレン長崎からの挑戦状。リファーレン長崎からの挑戦状、今回は2人1組のダイレクトパス、何回できるかな。ポイントは、軸足を相手の方に向けて、ボールをよく見ることです。これをすれば相手の守備陣も困って攻撃がスムーズになります。皆さんもチャレンジしてみてください。今回挑戦するのはこの2人。崎村大河です。頑張ります。吉岡蓮人です。失敗しないように頑張ります。頑張れ。挑戦スタート。
ゆっくりとした滑り出し、上限は50回です。おっと、ここで1回パイロンに当たって、ここでも当たった。しかしここから立て直してくるんです。さすがのコンビネーション、キャプテンと副キャプテン、崎村くんと吉岡くん、もう30回に乗せてきたぞ。チームメイトもみんなで応援している。40回に乗せた、ゆっくりになった、これは上限の50回達成なりそうだ。50回ね、グレイト。みんなで喜びを分かち合う。とても嬉しいです。仲間の応援のおかげで成功することができたので良かったです。チームの練習メニューなどを考えているのは顧問の大阪谷先生です。ポゼッション、パスをつなぐっていうところを重視して練習メニューもこう組んではいます。で、守備に関してはあんまりこう決め事はせずに、もう自由にさせてはいるんですけども、その中でもこうゴール前で体を張るとか、1対1の対峙にこう負けないとかっていうところを、強くは言っています。2月に行われる新人戦の県大会出場が決まっている南部中学校サッカー部、目標を聞きました。県大会で1勝でも勝つことです。明るく楽しく、人数は少なくてもみんなでカバー、県大会に向けて頑張れ南部中学校サッカー部。行こう。 Thank you.